それでは、株式会社エクサウィザーズ2022年3月期決算説明会を開催いたします。本日の登壇者を紹介します。代表取締役社長の石山です。よろしくお願いいたします。執行役員社長室長の河合です。よろしくお願いします。よ経営企画部長の藤原です。ろしくお願いいたします。私は司会を務めます IR 部長の高山です。本日のスケジュールをご案内します。本日はまず30分程度、決算説明資料に沿って石山から今回の決算の内容をご説明いたします。説明の後、質疑応答を19時までお受けいたします。本日ご説明の資料につきましては、当社ウェブサイトの IR ページにて公開しておりますので、必要に応じてご利用ください。質疑応答の方法についてご案内します。ご質問があります方は、Zoom の手を挙げる機能を用いてお知らせください。その後、当社よりご指名しますので、ミュートを解除し、ご自身の所属、お名前をお知らせいただき、ご質問ください。ご質問はお一人様3問までとさせていただきます。今回の説明会については、録画をしており、後日、当社 IR ホームページに掲載させていただく予定ですので、あらかじめご了承ください。それでは、早速説明に移ります。石山さん、よろしくお願いいたします。はい、エクサビザーズ代表取締役社長の石山です。それでは私の方から決算説明をさせていただきます。本日は、以上の4点の流れになっておりまして、2022年3月期通期決算サマリー、2022年3月期の、通期業績、そして今後の成長戦略、さらに2023年3月期の通期業績見通しという形で、ご説明をさせていただければと思います。では、次のページをお願いします。では最初に、2022年3月期の、通期決算サマリーについてご説明させていただきます。通期累計の売上高は全社で48.1億円と前年比プラス84.1%増という形で大きく成長しております。第4四半期、この1月から3月の3ヶ月の営業利益は1.5億円と、売上増に伴い、クォーターで黒字化をしております。通期の営業損失は、2.0億円という形になっておりますが、こちらは昨年度、マイナス5億円でしたので、3億円ほど縮小しておりまして、後ほど通期業績見通し、来年度です、あ、今年度ですね、についてもご説明しますが、今年度は全社的に黒字化をする見通しという形になっております。で、我々、セグメント2つありまして、まず最初に AI プラットフォーム事業ですが、通期累計で売上高は41.8億円と、前年比プラス85.2%で高い成長率を継続しております。通期での顧客数は117社、こちらは前年度90社に対して大きく増えておりますし、また顧客当たり単価も3500万円、こちらも前年度は平均で2500万円だったものが大幅に上昇しておりまして、量、それから質、両面でですね、非常に大きく成長しているという形になっております。また通期累計の長期継続顧客、これは第1四半期、第2四半期、第3四半期、第4四半期と、どの四半期も必ず AI プラットフォーム事業でお取引をさせていただいたお客様を長期継続顧客というふうに定義しておりますが、その売上が27.4億円になっておりまして、売上全体に対して65.6%ということで、かなり大半の顧客が長期継続顧客に転換してきていると。で、また営業利益率は17.1%という形になっておりまして、現在 AI プラットフォーム事業が全社の売上の87%ぐらいを占めておりますので、まさに主たる事業が完全に黒字化しているという形という形でご理解いただければと思います。続きまして、 AI プロダクト事業のセグメントですが、こちらもですね、売上高が6.3億円と、前年同期比でプラス77.4%で着実に成長しておりまして、AI プラットフォーム事業に続き、AI プロダクト事業の方でもですね、もう一段階こうブーストして、全社的に売上高成長率を高めていくことができるというところの手応えがですね、見えてきたというような形になっておりまして、後ほど詳しく内容についてもご説明させていただければと思います。続きまして、2023年3月期、今年度のですね、通期業績見通しにつきましては、売上高は65億円から70億円と、前年比で見まして、35%から45%の間、大体40%くらいの成長率を目指すというような形になっております。で、今年度からですね、業績の方はレンジで出させていただく形にさせていただいておりまして、この AI 業界、いろいろとこの変化の要素も大きい中で、
この方法がまあ適切な開示ではないかなというふうに我々としても思っておりまして、今回からレンジでの、業績見通しの開示という形にさせていただいております。続きまして、営業利益は冒頭で申し上げましたが、前社でですね、100万円から5000万円くらいの営業利益を見込んでおりまして、いよいよ前社的に黒字化するという形で見込んでおります。で、AI プラットフォーム事業は、これまで説明してきた通りですね、高い成長率、収益性を維持しつつ、本日後ほどご説明をさせていただきますが、エクサベーススタジオという、エクサベースのですね、新しい機能をリリースしまして、パース型のですね、サービスの成長に貢献していくというところが見えております。また、プロダクト事業の方もですね、高い成長率を維持しておりまして、プラットフォーム、プロダクトですね、両面合わせて高い売り上げ、高成長率が維持していっているというところが一定見えているというような形になっております。はい。では、次のページをお願いいたします。はい。では、通期業績の具体的な中身についてですね、説明していきたいと思います。まず左側ですけれども、前社のですね、通期の売上高ですが、成長率が 84% ということで、着地48億円という形になりました。で、右側ですね、営業利益の部分も、対昨年で3億円ほど改善しておりまして、マイナスの2億円までなりまして、今年度で言うといよいよ黒字になるというような形になっております。次お願いいたします。はい。で、四半期ごとの流れですけれども、こちらも対昨年で 45% の成長率になっております。で、まあ、全体に対しまして 45% という水準は、一昨年度ですね、まあ、ロックダウンもある中で、1クォーター、2クォーターの売り上げが一部、3クォーター、4クォーターに寄ったというところがありますので、その4クォーターとの比較になりますので、昨年の成長部分が、まあ、全体の中では一部限定されているところではありますが、まあ、それでも、45% 超のですね、成長を取り入れておりまして、営業利益の方で見ていただきますと、1.5 億円という形で、過去最高のですね、四半期での営業利益を実現しているというような形になっております。次お願いします。はい。で、こちらが連結の損益計算書になっております。で、今期は一部ソフトウェア資産の減損なども対応しております。次お願いします。で、こちらの方が連結での貸借対照表になりまして、12月に上場しましたので、その部分のですね、まあ、キャッシュ増みたいなところも含めまして、変化がしているような形になっております。次お願いします。はい。で、続きまして、セグメント別のですね、事業の概要をご説明させていただければと思います。はい。エクサビザーズの、事業セグメントですが、AI プラットフォーム事業と AI プロダクト事業の2つになっておりまして、まあ、どちらの事業を、通しましても、真ん中にあるエクサベースという我々のですね、AI プラットフォームに革新的なアルゴリズムとデータが蓄積されていくというところが特徴になっております。次お願いします。で、現在 87% の売上が AI プラットフォーム事業ということで、こちらは日本の大企業のですね、CXO の方の経営課題を我々の AI プラットフォームのエクサベースを活用して解くということで、まあ、中長期計画の一番重要なこの KPI のようなものをですね、実際に AI プラットフォームを使って定量的に改善していくみたいなことをさせていただいております。で、必ずですね、取引をしても、我々の AI プラットフォームのエクサベース側にですね、アルゴリズムの知財が蓄積されていくというところが一つ特徴的なビジネスモデルになっております。で、そして蓄積されてきた、アルゴリズムをですね、まあ、汎用的な課題が見つかった場合には AI プロダクト事業ということで SaaS 化していくという形を、まあ、こうぐるぐる回すビジネスモデルになっておりますが、まずは 87% の売上が AI プラットフォーム事業ということで、こちらの方が伸びてきておりまして、次にこのプロダクトが伸びていくと、こちらの方の手応えも少しずつ感じているような形でございます。次お願いします。はい。で、こちらが AI プラットフォーム、事業のですね、になりますが、営業利益率が、17% ということで、非常にこの安定して利益が出せるような水準に、なってきているというような形になっております。はい。次お願いします。では、AI プラットフォーム事業のですね、具体的な中身についてご説明をしていきたいと思います。AI プラットフォーム事業ですが、大きく、3段階ありまして、まず、一番下からですけれども、今、全社でですね、戦略、コンサルタントの方が、全社の 35% ですね、エクサビザーズの中の、おりまして、彼らが、まあ、日本の大企業のですね、CXO の経営課題を解くということで、まあ、ビジネスを運営させていただいているような形になっております。で、その中で、実際経営課題を解くときに我々
我々の AI を活用するわけですが、真ん中の部分見ていただきますと、特許がですね、まあ申請ベースでも152件を超えておりまして、エクサウィザーズにしかない AI のアルゴリズムがあるということで、まあ高いプライシングができて、粗利率が高まっていくというメカニズムと、今全社員の 45% ぐらいがエンジニアで、まあ21カ国から来ておりまして、非常にグローバルなチームなんですが、彼らが案件が終わった後にですね、そのアルゴリズムを再利用な形、再利用することが可能な形で整備しておりますので、まあ、2件目以降ですね、同じような案件が来たときに稼働がほとんど不要ということで、まあ、粗利率が高いというような形になっております。で、最後一番上の部分が、エクサビザーズがさらにこの差別化されているポイントなんですけれども、UI UX のですね、デザインチームが非常に強力なチームがおりまして、なので、単に AI のアルゴリズムを提供するだけではなくて、UI UX のついたですね、ソフトウェアを、まあ、AI とセットで提供させていただくと。で、そうすると、その企業の中の現場の方が、それを使い続けるという形になりますので、継続利用になっていくというメカニズムがあります。で、もう一つが、昨年のですね、5月に Xware というマシンラーニングオプスですね。これは POC の反対語で継続的に AI を運用していくという意味なんですが、が得意な会社をグループ化しておりまして、これによって一過性の POC ではなくて ML Ops という形でアルゴリズムを継続運用していくということができますので、まあ、継続利用率がさらに高まっていくという、まあ、そのようなメカニズムになっております。次お願いします。はい。で、もう一つの特徴が、ワンストップというところでして、CXO の経営課題ですね。一部のベンダーさんは、そのバリューチェーンの一部の部分だけを提供されているように対しまして、我々のプラットフォームのエクサベースはですね、フルカバレッジですので、まあ、オールインワンで、まあ、戦略から実際に KPI の改善までですね、お付き合いすることができますので、最終的な定量的な KPI にコミットしてですね、改善することができると。それによって顧客 ROI が高いので、高いプライシングでお取引をさせていただくということができるような形になっております。次お願いします。はい。で、ユースケースの方は今日一つ一つちょっと細かくは説明しませんが、まあ、かなりいろんな領域、それから様々な CXO の方のバリューチェーンの中でですね、取り組みをさせていただいているというような形になっております。次お願いします。はい。で、もう一つが、アップセル、クロスセルのメカニズムなんですが、縦にも横にも伸びていくという形でして、左側が、まあ、特定のその顧客内で、例えば、需要予測から始まった時に、営業マーケティングもどうですか、人事関連どうですか、R&D どうですかということで、顧客内で、様々なユースケースをですね、どんどんこう、アップセルしていくことができるというところと、もう一つがですね、冒頭申し上げました通り、アルゴリズムの知財がエクサウィザーズに帰属する形になっておりますので、まあ、業界内、あるいはその周辺業界まで含めて横展開していくことができるという形で、縦にも横にもですね、広がっていって、ライフタイムバリューが最大化されていくみたいな、まあ、そういった形のビジネスモデルになっております。次お願いします。はい。で、ここがもう一つ弊社の特徴で、マルチセクター、マルチモーダルという戦略を取っております。で、アリババとかを理解すると非常にわかりやすいのですが、例えばその EC から始まって、決済になって、で、さらにその、お金を貸すレンディングになってみたいな形で、まあ、ビジネスモデルが、進化しているわけですけれども、これは AI ビジネスの一つの本質と言われておりまして、特定の領域で活用したデータセットが別の領域に使えるみたいな話があります。で、こういったマルチセクター、それからマルチモーダルですね。マルチモーダルの方は、いわゆるその、例えば動画のデータを分析したときに、誰かが喋っていれば音声解析もしますし、表情の解析で画像解析もしますし、音声解析でできたテキストデータも解析しますし、ということで、そういった様々なタイプのデータセットを組み合わせて初めて高い予測精度が出るような形になるのですが、特定の自然言語処理のようなですね、一部の領域だけやるのではなくて、様々なこのデータセットを組み合わせてですね、課題解決をすると。で、CXO の経営課題というものは非常にこの抽象的なので、1個の課題に対して複数のデータセットが紐づいていることがあるので、マルチモーダルでアプローチできないと実際に課題解決ができないというところが我々の強みになっておりまして、このマルチセクター、マルチモーダルの掛け合わせでですね、特許が出願ベースでも150件を超えていて、これも年々こう増えてきているような形になっているんですけれども、まあ、独自のアルゴリズムを蓄積できているというところが強みになっております。次お願いします。はい。ここまでが AI プラットフォーム事業の概要だったんですが、具体的にじゃあ、実績としましてはどうなっているかと申し上げますと、まず左側が、売上ですけれども、85% 超のですね、成長を遂げておりまして、売上が今41億円という規模感まで来ております。
で、さらに右側が営業利益ですけれども、こちらも昨年で24%以上増えております。で、昨年度はコロナ禍の影響で一部採用を凍結するなど、支出を抑制してた部分がありましたので、プロフィタブルな状況だったんですが、それと比べてもですね、営業利益で24%増えていて、17%という高い営業利益率のですね、水準を保つことができているような形になっております。次お願いします。はい。で、クォーターベースで見ましても、こちらの方もですね、前年同期比で45%伸びておりまして、高い成長率というような形になっております。次お願いします。はい。で、この AI プラットフォーム事業のタムなんですけれども、時価総額トップ1000のですね、日本の大企業の顧客に対しまして、顧客当たり単価40億円ってところを見通しまして、その 1000×40 億円で、4兆円という市場をですね、深掘っていってるというような形になります。で、左下ですね、昨年度の、あの段、あ、一昨年度の段階では23億円の売り上げで、90社、それから2500万円という仕上がりだったところが、社数につきましては90社から117社、さらに顧客当たり単価というところでは2500万円から3500万円のところに増えておりまして、23億円から42億円ということで、社数もですね、単価もですね、両方しっかりと伸びていってるというような形になっております。で、40億円のですね、計算は、日本の大企業の、売上の大体2から3%が、IT バジェットだというふうに言われておりまして、その IT バジェットのうちの30%くらいが、いわゆるそのレガシーな、システム運用ではなくて、我々が取り組んでいるようなパフォーマンス型の実際に KPI を改善するような、DX のですね、領域に、投資されていくというふうに言われておりまして、この売上かける2、3%かける30%っていうところを計算すると40億円になりまして、平均で言うと2500万円から3500万円なんですけれども、足元の最大顧客で言うとですね、4.6億円という形になっておりまして、この40億円に対して4.6億円ぐらいまではですね、具体的に深掘っていく方法が分かってきておりまして、こちらの方も年々増えていっているというような形になっております。次お願いします。で、そうしてみた場合に、この AI プラットフォーム事業の、トップ10のですね、顧客の、平均単価というところなんですが、こちらの方も年々伸びてきておりまして、一番左側が2019年3月期ですけれども、4500万円から、8500万円。そして一昨年度の段階では1.1億円ということで1億円を超えてたんですが、昨年度ですね、これがさらに伸びまして、90%成長の、トップ10のですね、顧客の平均売上高がついに2億円に到達しているというような形になっております。ということで、約ですね、倍ぐらい伸びているというところと、この4年間で見てもですね、平均成長率が69%くらいになっておりまして、顧客当たり単価はですね、トップ10についてはですね、非常に高い伸び率というような形になっております。次お願いします。はい。で、さらに、顧客当たり単価に加えてですね、長期継続顧客。これは冒頭、エグゼクティブサマリーで申し上げた定義でございますが、こちらの方もですね、年々増えてきておりまして、16.8%が50%、そして、昨年度の中で65%というところまで来ておりまして、大半の顧客がですね、各四半期で必ず取引をして年間お付き合いいただいているというようなレベル感まで仕上がってきているというふうに言えるのかなと思います。次お願いします。で、続きまして AI プロダクト事業についてご説明をさせていただきます。AI プロダクト事業は、例えばこの日本が超高齢社会を迎える中で、社会保障費の増大、あるいは労働人口の減少のように、新しいこの社会課題に呼応してですね、大きなタムが出現してきている。それに対しまして、汎用的なですね、プロダクトを当て込んでいくことによって、課題解決をしていくということを進めております。次お願いします。はい。で、労働人口の激減少に対しては、左側の DXAI プロダクト、それから高齢者の増加に対しては、右側のソーシャル AI プロダクトということで、2本立てで進めておりますけれども、少しトピックをご紹介させていただきますと、左側の DXAI プロダクトの方は、DX アセスメント&ラーニングですね。アセスメントというのは、その会社に DX 人材が、どういうスキルを持った DX 人材が何人いるのかということを評価するための適性検査のようなものと、それに対しての e ラーニングのコンテンツということが、セットになった、商品なんですけれども、もう400社導入を超えておりまして、かなり多くのですね、企業にご導入いただいている形になっております。
で、この400社のですね、顧客の中で人材育成が行って、こう進んだ後にですね、AI プラットフォーム事業の方でですね、まあ本格的に経営課題を解決しようということで、実はこの DX アセスメント&ラーニングが AI プラットフォーム事業から見た時のですね、マーケティング装置になっておりまして、両者のシナジーがですね、かなり効いたような形になってきております。で続きましてこの右側のソーシャル AI プロダクトの方ですが、例えばこのハナストというアプリがありまして、介護施設で今導入されているんですが、石山さん朝食全量摂取完了のような形でですね言っていただきますと、そのまま介護記録にデータが、登録されていくと。で今日本は厚労省を含めてライフというですね科学的な介護をやるための、データベースを作っておりまして、一方で介護施設は介護していると手が汚れていたりとかということで、なかなかその、タブレットがあっても入力が難しいところなんですが、これを音声入力できるということで、科学的な介護ができるですね、国に、なるための支援を我々の SaaS のプロダクトもですね、活用してもらいながら導入されていっているというような形になりまして、将来的に2万7000施設ぐらいをターゲットにですね、今展開を始めさせていただいているというような形になっております。次お願いします。でこの DXAI プロダクトなんですけれども、まず左側見ていただきますと、売上高というところで、一昨年のですね、3.5 億円だったところから 77% 伸びまして、6.3 億円ということで、いよいよプロダクトの方もですね、少しずつ伸びてきた形になってきております。で内訳で言うと、先ほどのアセスメント&ラーニングを中心に DXAI プロダクトが伸びてきておりまして、でここは顧客が AI プラットフォーム事業ともですね、重なっているというところがありまして、非常にシナジーがあるんですが、まさに足元伸びてきていると。でそこに、また少しずつですね、介護関連の SaaS プロダクトが上に乗っかってくるような形でですね、伸びてきているというような形になっております。で、右側が、プロダクト側ですね、まだ投資フェーズというところはあるんですが、それでもですね、売上高の成長率に伴って、営業損益自体はですね、減少傾向なレベル感に、なってきているというような形になっておりまして、今後、売上高の成長率に伴ってですね、セグメント営業損失の方も、さらにですね、改善されていくというような見通しになっております。次お願いします。はい。で、こちらの方も、四半期ベースでですね、比較していただいても48% 超ということで、高い成長率になっております。次お願いします。はい。で、一つのトピックスとしましては、先ほどのアセスメント&ラーニングですが、札幌ホールディングス様で、全社導入というのが決まっておりまして、全社員4000人がですね、先ほどのアセスメントとそれから e-learning を受けてくれるというような形になっておりまして、DX 人材の育成にですね、大きく寄与している形になっております。でこちらの方は、もともとは IT 部門、あるいは DX の一部の部門だけがですね、アセスメントラーニングをやっていたのに対しまして、やはりこういった形で全社への広がりが、この日本の社会の中で一気に広がってきているなということで、社数、それからですね、単価ともにですね、大きく広がってきているということで、手応えを感じ始めているというような形になっております。次お願いします。はい。それから、介護関連の SaaS のプロダクトの方も、自治体、大学、それから、パラマウントベッドさんのような、サードパーティーの、アプリケーションとのですね、連携みたいなところも進んできておりまして、こういった取り組みをいろいろ進めていく中で、この介護 SaaS プロダクトが、単に介護 SaaS の売り上げだけではなくてですね、そこから獲得したデータセットを使ってですね、例えば、リアルワールドデータ、リアルワールドエビデンスのような形で、二次利用することをですね、エクサ、ウィザーズの AI プラットフォーム事業のですね、顧客に展開していく。それは AI プラットフォーム事業の方で保険ですとか、あるいは製薬ですとか、そういった領域の顧客がたくさんおりますので、こういった形で獲得したデータをですね、さらにプラットフォーム事業にも転換していくっていう、この二次利用で、両者の事業セグメントのですね、シナジーも、ますます増していくというような形になっております。次お願いします。はい。では、今後の成長戦略について述べさせていただきます。はい。まず AI プラットフォーム事業ですが、こちらはこれまでもご説明させていただいていた資料ですけれども、左側が確立済み事業モデルということで、この5年間ですね、年間250件程度のプロジェクトを日本の大企業の様々な会社とやらせていただきながら、一方で知財アルゴリズムはエクサウィザーズに帰属する形で、我々のプラットフォームのエクサベースにですね、かなり多様な AI コンポーネントを貯めてきました。で、そこからですね、現在現行の取り組みということで、これをプラットフォーム化してですね、活用していくということを進めておりますが、今回ですね、エクサベースの新機能を発表させていただいておりますので、そちらの方をご紹介させていただければと思います。
で、エクサベースのですね、まず、スコープの違いをですね、最初にご説明させてください。左側が一般的な AI プラットフォームですが、こちらはですね、基本的にはマシンラーニング、機械学習の自動化だけを行っておりますと。で、一方で、我々のエクサベースの方なんですが、マシンラーニングの自動化に加えまして、今回新たにですね、マシンラーニングを搭載したソフトウェア開発全体の自動化というところと、そのソフトウェアを開発するためのノーコード型開発というところのですね、機能を大きく2つ付け加えております。で、まず、マシンラーニングを搭載したソフトウェア開発全体の自動化というところに関しましては、DXAI のですね、ソフトウェアを開発するのに特化したドメイン特化言語のエクサベースブループリントという、コンピュータ言語を作っておりまして、このエクサベースブループリントを書くだけでですね、例えば、AWS ですとか、Google の GCP ですとか、Azure のようなですね、クラウドをですね、自動的に構築してくれて、さらに、エクサウィザーズが保有している AI をですね、自動的に制御してくれて、さらに、これまで貯めてきた UI コンポーネントと接続してですね、ユーザーインターフェースを自動制御してくれて、一気にですね、AI 搭載のソフトウェアができるという、そういう、コンピュータ言語をですね、新たに作っております。ですが、これをですね、実際にエンジニアが書くだけでも、非常にこの生産性が上がるんですけれども、その上でですね、このエクサベースブループリントを自動的に生成するエクサベーススタディオというですね、ノーコード型のですね、開発環境も今回整備しておりまして、そうすると、非エンジニアの方もですね、こういったソフトウェアをですね、簡単に作ることができるというところまで進捗し始めてきております。次お願いします。はい、で具体的にはこの左側がエクサベーススタディオのですね開発画面なんですけれども、見ていただいて分かる通り、ドラッグ&ドロップをするような形でですねノーコード型でコンポーネントを付け合わせていくだけで開発ができます。で右見ていただくと実際に開発されたユースケース の, 例ではあるんですけれども、右下がですね例えばこのオンラインで商談を営業の方がやりましたというときに、その商談結果の動画をですね、アップロードするだけでですね、顧客のですね、今回の商談の満足度がどのくらいだったかみたいな、そんなアプリケーションを作ることができます。で、従来こういったものを開発しようとすると、実際にその動画の解析をするときに、例えば表情のような画像解析をして、で、音声解析をして、話している内容をテキストデータに落として、さらにそのテキストデータを自然言語処理してということで、様々なことを組み合わせなければいけないんですが、今回エクサベーススタジオを使うとですね、そういったこの、いわゆるマルチモーダルな AI のアプリケーションがですね、いとも簡単にできてしまうというような形で、設計をしてですね、開発を進めております。次お願いします。はい。で、じゃあなぜそういうことができるのというメカニズムなんですが、左側が先ほどまさにお示しした通りでドラッグ&ドロップをやっている様子なんですけれども、これがですね、終わると、真ん中の部分にエクサベースブループリントと書いておりますが、こちらのですね、コンピュータ言語の方が自動生成されます。で、そのコンピュータ言語の方が、をですね、今度エクサベースブループリントのコンストラクターというのがありまして、こちらの方が読み込んでいってですね、実際に実行していくというような形になりますと。で、この今左側ハイライトされた部分、部分が、実際の先ほどのコンピュータ言語のドメイン特化言語の部分なんですけれども、それを今コンストラクターが読み込んでいってですね動かしているだけで今 AWS の設定が自動的に終わりましたみたいな形ですとか、ここからですね具体的に動画をアップロードすると、読み込んでくれてですね顧客の満足度がどうだったかっていうところのですね結果を返してくれるっていうことが、簡単にこの左側で書いたような形で、右側のアプリケーションが簡単にできてしまうというような形になっております。はい、次お願いします。で、こちらのエクサベーススタジオを使うことによって、まず左側ですが、非エンジニアの社内人材の方を中心にですね、経営とデータサイエンティストと他部門の人材がコラボレーションしてですね、内製で DX を進めることができますので、従来のベンダー依存からのですね、脱却みたいなところが図れるというところと、さらに右側ですね、ここで開発したアプリケーションを、自動化していくことによって、これまでのオペレーションが自動化されていくとともにですね、右下見ていただきますと、このソフトウェアが実際に CXO の方の KPI を改善したレベルというものをダッシュボードで確認できるようになっておりますので、それの数値を見ながらですね、じゃあさらにソフトウェアをこういうふうに改善しようということで、PDCA サイクルが回っていくと。これをぐるぐる回していただくことによって、経営課題解決ができて、さらに顧客 ROI が最大化されると。で、当然顧客 ROI が最大化されますと、エクサウィザーズの顧客当たり単価上がってきますし、ソフトウェアを実際にご導入いただきますので、長期継続顧客になって
っていくということで、まあ、継続率、顧客当たり単価が上がっていくとともに、エクサウィザーズの、エンジニアの人材を中心とした生産性も上がっていきますので、まあ、粗利率も上がっていくということの一挙両得をですね、こちらのエクサウィザーズスタジオで、目指して進めているというような形になっております。次お願いします。はい。で、最後ですね。プロダクトとのシナジーの部分、先ほど少し申し上げましたが、プロダクトを買ってくれた顧客からプラットフォームに転換していくっていうところのですね、シナジーと、それからプラットフォーム事業側にもですね、プロダクトを売りたい大手の大企業の、顧客基盤を持っているようなお客様がたくさんおりまして、彼らが我々のプロダクト自体を販売してくれてたりですとか、ヘルスケアの部分 の、 介護のサースプロダクトで申し上げた通り、プロダクト事業で獲得したデータセットをですね、二次利用するような形でプラットフォーム事業に転換していくというような形で、3点のですね、シナジーが非常に効いたような形になっておりまして、両輪でですね、うまく回り始めているというような形になっております。次お願いします。ということで、以上と、なりますが、左側ですね、AI プラットフォーム事業、それから AI プロダクト事業ですね、この両者にあるエクサベースがですね、うまく機能しながら、アルゴリズムとデータセットをですね、蓄積していって、まあ、シナジーを持ちながら、こう、ぐるぐる回っていくというところが、まあ、我々の、成長戦略というところになっておりまして、プラットフォームはこれまで高い成長を実現してきておりますが、今回、スタジオが、できてきたことによって、もう一段階、次のステージに行けるというところと、プロダクトもですね、先ほどのエクサベースアセスメント&ラーニングを中心に足元の数字が上がってきておりまして、プラットフォームとの、マーケティングのですね、シナジーというところもありまして、まあ、両者の、手応えを感じつつ、プロダクト側でのもう一段階のブーストというところも少しずつ見えてきているというような形になっております。では最後に、今年度のですね、通期業績見通しについてご説明いたします。冒頭エグゼクティブサマリーで申し上げましたが、今年度はですね、48億円からさらに65億円から70億円の間ぐらい の、 レンジで、見通しておりまして、成長率でいうと 40%、今日を見ているというような形になっております。で、前社の、営業損益というところでも、今年度はいよいよ黒字化するということで、100万円から5000万円くらい の、 間のですね、利益を出していくというような形になります。次お願いします。はい。で、こちらの方が、業績予想という形になっておりまして、まとめになっております。はい。はい。ということで、私の方からのご説明は以上となりまして、ここからですね、質疑応答に入らせていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。それでは、質疑応答に移ります。ご質問があります方は、Zoom の手を挙げる機能を用いてお知らせください。その後、当社よりご指名し、ミュートを解除いただき、ご自身の所属、お名前をお知らせいただき、ご質問ください。それでは質疑応答を開始いたします。では、高橋宮崎様、どうぞ。ゴールドマンサックスの宮崎と申します。聞こえますでしょうか。聞こえております。ありがとうございます。ご説明ありがとうございました。大きく2つくらいお伺い、ご質問させていただきたいんですけれども、1つが、まあ、最後ご説明いただいた新年度の、業績予想なんですけど、これなんかその2つのセグメントがそれぞれどんな、内訳なのかとか、まあ、新年度売上がまあ20億ぐらい伸びて、前年度も20億ぐらい伸びて、でもこう利益の改善幅としては終わった年度の方が新年度よりも大きいっていうところで、何かこう売上に対するコストがこうより高い比率になってきてるっていう、理解をすべきなのか、まあ、若干保守的な部分があるのかとか、ちょっとこうこの利益売上の計画の作り方について、もう少し今申し上げたような点でご解説いただけないでしょうかというのが大きな一つ目になります。それから、もう一つが、ちょっと改めて AI プラットフォームと AI プロダクトのところのこう整理をさせていただきたいなというところで、なんとなくその AI プラットフォームがこう今非常に好調にいって、まあプロダクトの方もそれを追いかけるような形というのはご説明で理解できたんですけど、そのプラットフォーム事業の方ってこう一件一件やっていくっていうところでいくと、ある程度こうすごく収益性の高い
労働集約型というかコンサルタントモデルみたいな認識を持ってていいのか、ちょっとこう両方の事業のコスト構造の違いみたいなところにこう着目して、ご説明いただけないかなっていうところで、まあそれのプラットフォームに対してプロダクトの方は、まだこう終わった年度も赤字だったと思うんですけど、一定のこう人件費コストが固定的にあるので、まあ、売上が伸びてくればかなりプラットフォーム以上に粗利率が高く損益が改善していくのかとか、ちょっとコスト構造のところに注目して2つの事業の違いみたいなところをご説明ご解説いただけないでしょうか。以上2点よろしくお願いいたします。はい、かしこまりました。まずですね、大前提としましては1個目の質問からですけれども、セグメント別 の、まあ、あの売上営業利益等々のですね、業績見通しの開示というところは現段階ではさせていただいていないところがございます。ですが、一定定性的な部分を含めてご説明できそうなところを少しお話しさせていただくと、まず AI プラットフォーム事業自体は今回 の、 通期の業績見通しもいただいて、非常にこの堅調だというところで、このペースでしっかりと伸ばしていきたいと思っておりますし、スタジオをうまく活用することで、さらなる成長みたいなところができるんではないかなというふうに思っております。で、AI プロダクト事業の方は、プロダクト事業のセグメントだけで見た場合にですね、当然、AI プラットフォーム事業 の、 利益体質から勘案して考えていただくと、なんとなくイメージできるとは思うんですが、今年度の段階でもですね、一定営業利益ベースでは赤字になる可能性もあるのかなというふうに考えております。で、一方でこの両者を勘案する中での前者 の、 営業利益の水準という意味では、100万円から5000万円という形での、水準を考えているというような形でのご説明になるかなというふうに思っております。がまず1点目ですね。で、2点目が収益構造というところなんですけれども、まず AI プラットフォーム事業の部分は、すみません、何度も同じような話をしてしまっていたあれですが、成長戦略の資料をすみません、ちょっと投影していただいてもよろしいでしょうか。ご質問いただいてた通り、左側の確立済み事業モデルの方は、FT のみという形だったんですけれども、今現行の取り組みの真ん中というところで、プラットフォームと、それから FT のですね、ハイブリッドな段階に移行してきているような形になっております。で、先ほどのスタジオの件もですね、プラットフォームという意味では2段階ありまして、1個目はそのスタジオ自体で、ライセンスフィーを取るような形ですね。で、もう1個はスタジオをこう使っていく中で呼び出される、そのマシンラーニングのコンポーネントとかがですね、増えてくるというような形になりますので、そちらの方も、いわゆるそのライセンスフィー的な意味での課金がですね、これからさらにスタジオを活用することによって増えてくるというような形になるかと思います。そういった形の中で現行の取り組みではハイブリッドな形なんですが、この辺がですね、もう一段階進化していくと、右側になりまして、全体の売上の割合という意味でも、プラットフォーム自体の課金の方がですね、FT 全体よりも多いというところを、さらに次 の、 世界観の中では、見ているんですけれども、一方でまだまだですね、AI 自体のマーケットが過渡期で、新規のユースケースが相当まだまだ残っているなというふうに思っておりまして、そうした場合にいち早く FT も投下しながら新しいアルゴリズムを獲得して、右側の世界に行った時のですね、その毛頭参入障壁を、IP も取りながら獲得してくってこと自体も、やはりこのパラレルで進む今フェーズなのかなというふうに思っておりまして、現行ではもともと左側だったところが今真ん中ぐらいまでこう来ていて、将来右側に行くっていうのが、プラットフォームのビジネスだと思います。で、AI プロダクトの方のビジネスは、一般的なこちらは AI 搭載しているわけではありますけど、SaaS 型のビジネスモデルに近いような形で、ビジネス構造という意味ではご理解いただけるといいかなと思っております。すみません、最初の点に関しまして少しだけ補足でございまして、この2023年3月期の連結業績予想ですね、やはり売上高は引き続き高い成長しますし、営業利益も
これ従来から黒字だったですね、AI プラットフォーム事業に加えて、プロダクト事業の投資も含めた、まあ、連結合計での営業利益での黒字化を想定しています。で、これ、セグメント別の業績の予想の数値というのは開示を控えさせていただいておるんですけれども、まあ、両事業とも順調に成長していきますし、この両者の比率にですね、大きな変化はまあ生じないというふうに見込んでいます。で、このまあコストと見合いで、まあ利益の考え方に関してですね、プラットフォーム事業、石山社長申し上げました通り、すでに黒字化もしてますし、まあ、高い収益性も有してますので、まあ、今年度並みのですね、営業利益率になることを想定しています。また本日新たに発表しました、この新機能、エクサベースステュディオによってですね、大きくこのエクサベースの開発強化が推進されて、まあ、将来の事業拡大に向けてのですね、案件効率を飛躍的に向上させる事業モデルになってくるというふうに考えております。で、プロダクトに関しても、将来、このプラットフォームに続くですね、収益の柱となるべき、積極的な投資を継続していくんですけれども、まさに本日ご紹介させていただいたようなですね、アセスメントラーニング、全社導入の事例ですとか、ソーシャル周りに関しましてもですね、様々な主要プレイヤーとの連携、拡販が続いておりまして、今期もですね、しっかりと伸びていくという、そんな形で考えております。ご説明あ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは、他にご質問ある方、挙手をいただければと思います。他にご質問ある方いらっしゃいませんでしょうか。はい。少々お待ちください。それでは、哲也原田様、お願いいたします。あ、聞けますでしょうか。聞こえております。あ、聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。はい、聞こえております、原田様。はい、聞こえますでしょうか。原田さん、聞こえております。はい。あ、そう。じゃあ、こっちには聞こえないんだけど。聞こえております。22ページのですね、第4四半期の、前期と、まあ、前々期と前期の、グラフの表が出てます、グラフが出てますけども、利益率が低下しているこの背景についてお知らせ、お聞かせ願いたいと思います。はい、かしこまりました。まず1点はですね、冒頭の AI プラットフォーム事業の説明でも少しだけ触れさせていただいたんですが、昨年の5月に Xfair という会社をですね、グループ化したところもありまして、今まさにこの、グループ化後のポストマージャンインテグレーションによって、同社の、利益率自体も、徐々にこう改善してきているところがあるんですが、そのまだ過渡期というところもありまして、グループ化した会社の方が、まあ、一定、利益率が低かったというところもありまして、まあ、合算すると一定、下がって見えているところがあるんですけれども、こちらも段階的に、解消していきたいというふうに考えております。あと、すみません。少々補足のご案内でございまして、やはりまだ弊社、創業7年目のですね、成長中の企業でありますので、売上の獲得、成長率、そういったものを重視するステージというふうに考えてまして、積極的に新規ユースケースの獲得を通じてですね、このアルゴリズムですとか、知財ですとか、プラットフォームをエクサベースに蓄積して、競合優位性を築き上げてですね、その効果的な二次利用からまた売上拡大を目指している、そういったフェーズでございます。でまさに今石山社長から申し上げました通りですね、そういった PMI の動きもありますですが、一定新たなユースケースを取るですとか、まあ、人件費、採用費も多少あるという中で、まあ、現状はこういった水準感にとどまってはおりますけれども、まあ、中長期で見たときには、こういった水準感ではとどまらないというふうに考えております。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、他にご質問のある方、挙手でお知らせいただければと思います。ご質問のある方いらっしゃいませんでしょうか。それでは、最後に石山さんの方からですね、簡単なまとめをいただければと思いますが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね。まずは本日お集まりいただきまして、本当にありがとうございました。今回のまとめという形で申し上げさせていただくと、AI プラットフォーム事業自体は非常に高い成長率を維持できていると。で、さらにそこに本日ご紹介させていただいたエクサベススタジオがですね、乗っかってくる形でプラットフォーム化がさらにこう推進されていく中で、顧客のですね、長期継続化、それから、顧客当たり単価の上昇、でさらには生産性、エンジニアの生産性向上による利益率の増加みたいなことを、プラットフォーム事業の中では牽引していきたいというふうに考えております。で、加えてプロダクト事業の方もまだまだ投資段階のところではあるんですが、DX アセスメント&ラーニングを中心に足元のですね、売上の数字がかなり見えてきているところがありまして、プロダクト側もですね、もう一段階ブーストする形の中で、全社的なですね、売上高成長率をさらに高めていくことができるようなところが、見えてきているという段階かなと思っております。で、加えて、全社的にもですね、今年度、いよいよ通期の業績見通しで黒字化になるという形ですので、まずは、ここをしっかり実現していきたいというところですが、やはりこの我々、今回の業績でも 84% の成長率でしたけれども、高い売上高成長率をですね、中長期的に維持しながら、最終的なですね、利益をしっかりとこう出していきたいというふうに考えておりますので、引き続きぜひ、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。以上をもちまして、株式会社エクサウィザーズ2022年3月期決算説明会を終了いたします。ご参加いただきまして大変ありがとうございました。それでは主催者よりセミナーを終了させていただきます。ありがとうございました。